皆さんこんにちは。リブレボディの施設長の高橋正美と言います。前回の動画では、いい呼吸をするためにこの胸周り、特に胸の前側の硬さを取るようなワークをお伝えしたんですけど、今日は、反対の背中の方の硬さを取るようなワークをご紹介していきます。それではやっていきましょう。このケアには道具を使っていくんですけれども、ストレッチポールもしくはフォームローラーと呼ばれるこういった筒状のものを使って行っていきます。方法としてはみぞおちのすぐ裏のあたりの背中のちょうど真ん中のあたりにフォームローラーを寝かせて当てて仰向けに寝ます。膝を必ず立てて行ってください。余裕があればバンザイをして仰向けに寝ていきます。みぞおちのすぐ後ろのあたりから少しずつ上の方、頭の方に向かってフォームローラーをずらしていきます。呼吸も止めないように少しずつずらしていきます。余裕があれば膝を左右へ倒していくというのも有効です。いかがだったでしょうか。背中の硬さを取ったんですけど、特に今日気をつけてほしいのは必ず膝を曲げてやってください。腰が痛い人は必ず無理をしないように、なので当たるところも必ず背中の真ん中よりも上の方からやるようにしてみてください。で、必ずしも左右に倒す必要はありませんので、なるべくリラックスしてやってみてください。次回は硬さを取るというよりは呼吸法を中心にお伝えしようと思います。ぜひご覧になってください。それではさようなら。